5月8日、プロ野球ニュース、菊池雄星が、気迫の力投7回途中、4安打無失点3奪三振で、無傷の今季5勝目。利き腕に打球直撃も、へっちゃら。MLB、パイレーツ1、10ブルージェイズ、5月7日、日本時間8日、ピッツバーグ。 ブルージェイズの菊池雄星投手が今季7度目となる先発登板で6回3分の1を投げ4安打無失点3奪三振2支球の内容で今季無傷の5勝目を挙げた4回には強烈なピッチャーゴロが利き腕である左腕を直撃するアクシデントもあったが全く気にすることなく続投力のあるストレート主体の投球でパイレーツ打線を封じ込めた 菊池は前回登板までに6試合に先発登板し、4勝0敗で防御率4.02。白星がついた4試合は1失点以下、勝敗なしの2試合は5失点と6失点と、好調不調の波が大きくなっていた。前回登板は5月2日、日本時間3日のレッドソックス戦で4回3分の1を投げ、9安打5失点で勝ち負けつかず、吉田正隆外野手には、 豪快な5号ソロも浴びていた。それでも、この日は立ち上がりから力強かった。1回、先頭打者に死球を与え、続くレイノルズには、センターフェンスギリギリまで飛ばされる、特大フライを打たれ、ヒヤリとしたが、徐々にテンポをつかむと、9位のあるストレートを中心に組み立てた。4回、サンタナが放った打球速度、103.5マイル、166.6キロの強烈なゴロを左腕に受けたが、 まるで気にすることなく続投。味方打線の効果的な援護もあり、5-0と5点のリードを持って降板した。